34秒3。さあ、ゴールの瞬間、ゴールの瞬間の映像が映し出されます。ボルザコフスキーか、ワールドウィンズか。ゴールの瞬間、どうでしょう。ボルザコフスキー、吉村誠之介、わずかに外11番のワールドウィンズの追撃をしのいだかどうか、際どい争い。3番手12番のドロップオブライトです。その後の4、5番手以降、これは大接戦。勝ちタイム1分34秒3。もし4番のボルザコフスキーしのいでおりますと、ルーキー吉村誠之介、嬉しい JRA 初勝利ということになりますが、どうでしょう。判定は写真判定です。写真にもつれ込みました。3着12番のドロップオブライト、そして4、5着写真を持って判定いたします。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの馬券お捨てにならないようにお待ちください。芝の 1200m、 今年の出走馬18頭の入場です。父に続け祖父に続け1番ビッグシーザー、今日の馬体重 514kg、 前回との比較マイナス 2kg、 鞍上吉田隼人騎手、単重量 58kg。 花座の悔しさここで晴らす。2番マッドクール 540kg プラス 18kg、 酒井雄生騎手 58kg。今度こそ頂点に。3番ナムラクレア 470kg マイナス 8kg、 幅中滑る騎手 56kg、 速さは互角。4番モズメーネー 456kg マイナス 10kg、 藤岡雄介騎手 56kg。 力をつけ改めての大舞台、5番東進マカオ 478kg マイナス 2kg、 クリストフルベール騎手 58kg。勢いに乗っていざスプリント王に。6番ルガル 524kg プラス 2kg、 西村敦也騎手 58kg。 作戦に迷いなし。7番テイエムスパーラ 504kg プラス 2kg、 富田勝騎手 56kg。 初の戦に魅力は十分。8番ソーラズリング 472kg 増減なし、武豊騎手 56kg。目指すは一等賞、9番シャンパンカラー 510kg プラス 2kg、 吉田豊騎手 58kg。 快速自慢の香港 G1 は10番香港のビクターザウィーナー 494kg、 前回香港のレースが発表になったところ馬体重の比較マイナス 1kg、 鞍上はパーチュン4騎手 58kg。 さあ旅立ちの日です。思いは届くか。13メイクレール486kg マイナス8kg、リブレイク56kg。 デビュー26戦目、力を出し尽くします。12番ロータスランド 496kg プラス 4kg、 岩手明日に56kg。 成功と勝利を求めて13番ウィンカーネリアム 518kg 増減なし、三浦厚生騎手 58kg。史上4頭目の秋春連覇へ。14番ママポチャ 488kg プラス 2kg、 川田優雅騎手 56kg。 デビューの地で優秀の美を。15番ディリーダ 434kg プラス 16kg、 ミルコデミューロ騎手 56kg。 驚きのパフォーマンス今年を見せます。16番ウィンマーベル 482kg プラス 6kg、 松山豪平騎手 58kg。2度目の距離でさらに前進。17番マテンローオリオン 490kg プラス 6kg、 横山大広騎手 58kg。 黒い皇帝ここに降臨。18番シュバルスカイザー 502kg 増減なし、大野拓也騎手 58kg での騎乗です。巡業11レース第54回高松の宮記念 G1 芝 1200m、 出走18頭、スタートまでしばらくお待ちください。